県の南西部で唯一自社で酒樽を生産している呉市の三宅本店では、この道45年の職人が新春用の酒樽作りに汗を流しています。わずかに弧を描く大分産の薄木杉の板を筒状に組み、竹で編んだタガをはめ込んで底板と上蓋を取り付けます。釘や接着剤は一切使用せず、長年培った勘だけで組み上げる様はまさに職人技です。酒樽は酒米の藁で編んだ菰を巻き、縄で縛り上げると完成です。樽の材料に杉を使うことで心地の良い香りが日本酒に移り、リラックス効果が生まれるということです。樽酒の最大の特徴はやはりこの杉の香りを楽しめるお酒というところでありますので、まあ、冷やして飲むというよりかは、まあ、常温で、まあ、ぜひこたつとかに入りながら、まあ、和気あいあいと飲んでいただけたらというふうに思っています。菰巻樽酒は主に関東から九州のホテルや神社などに出荷されます。